はいどうも皆さんこんにちは、ケイスケです。今回はですね、ついに来ましたアップデート。そのアップデートで新カード追加されました。もう皆様ご存知、インフェルノドラゴンですね。こちらのインフェルノドラゴン、ジェンコーリーブ紹介のデジタルさん、デジさんが早速引き合ってましたので、今回はですね、ラバハンドとインフェルノドラゴンの相性、こちらをですね、いろいろ対戦でやってみました。今回は5、6戦ぐらいフレバトしましたので、こちらですね、場面場面でちょっとですね、シーンごとにお送りしていこうかなと思います。それでは早速見てみましょう。まずは HP がそんなに高くないので、こんな風に単体だと寄り道してる間にアリーナタワーから攻撃を受けてしまってですね、そこまでダメージを与えられずにやられてしまいます。ユニットでも同じことが言えますね。はい、こんな風にメガガゴとかもですね、すぐに倒すことができません。なので右のアリーナタワーから攻撃を受けてしまって、はい、そこまでダメージを与えられずにやられてしまいました。続いてはラバとベビドラが一緒についております。ラバが弾ける前にインフェルノタワー焼き切れるかなと思ったら、そうでもなかったんですね。で、そしてですね、ユニットでこんな風にターゲットを取っていきまして、ユニットをどんどん処理していきます。で、ポイズンかけました。で、ここでわー落とされるかなと思って一回ですね、ザップを落としてみました。で、こっからですね、意外とですね、タワーを落とされずに処理することができました。さらにですね、インフェルノタワーにユニットがいますとですね、さらに手こずります。はい、こんな風にですね、インフェルノタワーをメガゴの後ろに置いておきます。そうするとですね、あっという間にラバーを溶かしてしまいまして、ベビタラを処理していきます。で、ここなぜだかアリーナタワーがインフェルノドラゴンにですね、ターゲットが移っておりまして、結構パピーからダメージを受けております。続いてちょっと引いてみてみましょう。インフェルノドラゴンはやっぱり単体攻撃なので、はい、こんな風にゴブリンについていってしまって、ラバーハンドと結構距離が空いております。その間にですね、インフェルノタワーでラバーハンドを処理してしまいまして、こんな風にですね、処理していきました。そしてこの後もですね、陸ユニットとアリーナタワーだけでインフェルノドラゴンを処理していきます。はい、ミニペッカとか、あとはゴブリンですね。もうターゲット取っちゃうんですよ。悪いゴブリンたちについていってしまいまして、アリーナタワーで処理をされてしまいました。こんな流れだとインフェルノドラゴンそこまで強くないんじゃないかなと思うかもしれませんが、おそらくですね、ロイジャイとかジャイアントに対して出していって、で、その後ですね、防御からの攻めで使っていくっていうのがですね、結構いいのかなと思います。そんな感じですね、最後にですね、デジさんとのフレバトの模様を通して見ていきましょう。最終的に言いますとですね、私ケイスケ負けてしまいます。本当にですね、プレイヤースキルがないので、まあケイスケ下手だなっていうコメントはですね、全然受け付けております。というわけで見ていきましょう。はい、こんな風にですね、インフェルノタワーとか出せるんですけども、いい感じにですね、ここホグライダーが通っていきまして、結構ダメージ与えることができました。はい、結構ダメージ与えられましたね。1200台ぐらいまで削ることができました。はい、そしてですね、相手はミニペッカーを出してきましたので、ゴブリンですね、ターゲットを取っていきます。そういえばデジさんのこちらのデッキ、最初は空軍ユニットオンリーのネタデッキみたいな形だったんですけども、いろいろですね、フレワトをしているうちに改善をしていって、盾の戦士とかミニペッカーが入っております。デジさんは自分が以前動画にいたしましたね、あの小屋おじさんっていう動画にしたんですけども、小屋デッキがめちゃくちゃ上手くてですね、世界2位とかなんかそれぐらいの人に勝ってたりします。はい、というわけでちょっとですね、喋っておりましたが、ちょっと見ていきましょう。雑談が長くなってしまって申し訳ないです。で、そしてですね、ここ見ていてください。私ケイスケものすごく下手なので、はい、見ていきましょう。はい、まずはですね、右のラバハンドとインフェルノドラゴンですね、インフェルノタワーを出していきまして、ラバハンド処理を行っていきます。で、ここですね、ポイズンを落とした瞬間にデジさんうまいですね、ミニペッカーを出していきまして、もうですね、私ケイスケエリクサーが枯渇しておりまして、はい、こんな風にですね、ミニペッカーで右のタワーを落とされてしまいました。これ今見るとザップを落としてパピーとか、あとインフィルムドラゴンをリセットしてからのゴブリンとかでタゲ取りの方が良かったのかもしれませんね。あ、もうちょっとわかんないので、あの視聴者の皆様、よろしければコメントでアドバイスをお願いいたします。さあ、そしてですね、ここからエリクサが溜まっていきまして、デジさんラバハンド出していきましたので、ここからですね、私ケイスケ反対側から攻めていきます。そうですね。あの、私、ケイスケ、マルチでよくですね、ラバデッキ使っておりますので、一番嫌なラバを出した瞬間に、反対ですね、一気に攻められるっていうのは結構嫌なので、やってみました。はい、こんな風にですね、400台まで削ることができました。ただまあ、フレバと何戦もしていて弱点分かってますからね。まあ、それでも負ける私、ケイスケのプレイヤースキルの低さですよ。ただ、ここの防衛めっちゃ頑張りましたので、見ていてください。はい、こんな風にですね、ザップを打ちまして、インフェルノドラゴンのターゲットをミニペッカに移しまして、その間にインフェルノドラゴン処理していきました。インフェルノドラゴンはこんな風に処理することができるんですね。さあ、そしてですね、残り時間わずかでございます。
ゲジさんの両方のタワー残りわずかなんですけども、私ケイスケここですね、防衛に一生懸命になりすぎて左のタワーにですねリガーとポイズンを落としていけばもう簡単に落とせるはずだったんですけども、なぜだかここでホグライダーを出していきまして、はい、もう残り時間わずかで時間切れの終了といった形になっております。なんでしょうね、あの双子の兄はタワーレベル10で4000到達してるのに、私ケイスケは全然到達できないといった感じになっております。あ、そんな話じゃなかった。はい、そんな感じでですね、今回はアップデートで登場したインフェルノドラゴン、こちらをですねお送りしていきました。そうですね、やっぱり使い方とかこれからどんどん研究されていって、で新しいデッキ生まれるんじゃないのかなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。